連合の皆さんとも協調しながら候補者の擁立とそして選挙に向けた準備を加速していきたいと思っています。まあ、先般取りまとめられた連合の方針にもですね、しっかりと我々としても整合性を取りながら、取り組んでいきたい。今後の取り組みについてはですね、国民民主党、立憲民主党と連携をしながら、またそこに連合も含めていただいて、今後の政治についてさまざま意見交換を続けてまいりたいと。国民民主党の玉木代表と連合の吉野会長が17日、国会内で会談し、玉木氏は次の衆議院選挙に向け、連合の方針と整合性を取って取り組むと伝えました。連合は次の衆院選の基本方針で国民民主党と立憲民主党の連携に向け安全保障やエネルギーなどの基本政策で一致することを求めています。玉木氏は会談後、立憲民主党と基本政策についての議論の場を設けることが望ましいとした上で、引き続き立憲民主党の泉代表ともよくコミュニケーションを取っていきたいと述べました。一方、吉野氏は両党に所属する連合出身の議員を中心に意見交換が行われていくことに期待感を示しました。